ほんま、ほんま YouTube ってアホなことなんですよ。アホばっかりな、ほんま。うん。まあ、その、あの、アホなことに。アホの末端やから。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。サナちゃん、見てる？くるぶしです。超楽です。あっしゃーはい、今日もやってまいりました。グルチョモチャンネルです。来たぜー。なんかちょっとカメラが変わりました、ね、あー、ちょっとなんか、画角が広くなりましたね。なんか広めに映ってますけども。カメレンズありがとうございます。カメラはいつもより寄ってるんですけどね。あ、ねえ。ほんとやね。あー、まあ、ちゅうことでお腹減りましたね。お腹減ったねー。腹減ったわー。なんかさ、グルチョモでも、いろんなもん食べてきましたけど、うまいもんって、そんなに食ってきてない、うん、なんかこう、あ、そうなの、ベタにうまいもんって全然通ってないな。でしょ？何かしらこのなんやろ、ちょっと逸脱したことちょっと思いついたことが一個あって。お、なになに、また新しいディルドディルドじゃねえんだよ。牛丼チェーン店、三大牛丼チェーン店の牛丼を全部合体させたらうまいんじゃねえかという、この世で一番うまいものが誕生するんじゃねえかと。やめとこう。じゃあ早速買ってきました。うん、紹介していきます。こちらです、はい、日本三大牛丼チェーン店、松屋、すき家、吉野家。はい、ということで、めんどくせえなーこれ買うの。で、あの、うん、俺ね、うん、実は、うん、松屋でバイトしてたの。衝撃の事実。あ、初めてバイトしたのが松屋で。おお、すげえな。そうなんです、高校生の、高校2年の時は。これちょっとさ、オンエアしなくてもいいんだけど、オンエアっていうか流さなくてもいいんだけど、さあ、三大牛丼ね食べていくんですけれども。はい、これじゃあ、あの、うん、ですね、まあさすがに3個波が多いんで、うん、まあ、ミニ2つと牛皿、吉野家はね、牛皿が頼めたんで、この3つをドッキングして、おっしゃ、食べていこうかなと。うまいことドッキングしていきましょう。オッケー。チョモ家のあの丼、丼ね、こう集結させて、ぶち込んでいきましょうよ。混ぜて、ぐっちゃぐちゃに混ぜるもよし。そうね、綺麗にいくもよし。ね、じゃあ混ぜていきましょう。混ぜていきましょうか。おう、これでも衝撃的にうまい可能性もあるじゃない。まあ ね、もしかしたらね、うん、松屋はうまいことこうね、うん、皿と米を別にしてくれてるから。じゃ じゃあ俺これこんなや、米そのままいって、俺このままいって、うん、でそこの肉ちょっともらって、そうやね、で分けて分けてしようか。そうやね、オッケー。はい、これ普通に牛丼ですね。牛丼です。これ絶対うまいろ、これ絶対うまいでしょ。でもまあ三者それぞれさ、やっぱこだわりがあるじゃん。まあね。ね、何回も研究しただろうし。いや、ほんまに、ね。じゃあ、混ぜていきましょう。混ぜていきましょう。もう、どれだかわかんない。いや、ほんまにほんまに。あ、もう完全に混ざった、俺。あ、俺も完全に。完全に。じゃあ、食べていきましょうかね。はい。ルネッサーズ！ちゃん、ちょっと先に、あ、いらっしゃ、行っていただいて。じゃあ、私、牛丼を、行かせていただきます。三大牛丼、集結。おう！これは期待大ですよ。うまい、決まってるやろ、どうぞ、ほんま。味的にはどうなんですか？どこが一番強いみたいなの？わからん。まあ、わからん。どう、美味しい。美味しい。ちょっと食べてみてよ。いただきます。おう！これ結構その、味の違いわかる。わかるわかる。ああ、そう。牛丼やね。めっちゃこぼしてるやん。子供か。あー、でもうまいな。いや、うまいよ。これ分からへんで、俺ほんま全然分かんない。分からんって言ったやん。あ、でも美味しいわ。
育ち盛りセットやこれ。いやそうね、うん、なんか当然にうまいな。うん、特徴が全くなくなったかも。吉野家は、うん、なんかちょっとわかんねえ、わかる気がする、うん、うん、味ちょっとなんか吉野家ってちょっと上品な感じがするんですよ。全然でも吉野家を感じないぞ。うん、仕事帰りいいですね、うん、これそうね、うん、染みますよただどこの牛丼か全くわかんないこれ松屋の黒七味もあるよ。え、マジ？うん、これも両方、両方かける、ね、両方、両方うん、うん、おいしいわめちゃくちゃおいしいじゃん。丼で食ってるからか知らんけど、うん、まあ、ちょっと、ほんまにちょっとええ牛丼食ってる気分になるね。ああ、確かに。ああ、そりゃ器もあるね。あとさ、なんかその肉、うん、味の違いちょっともうわからんくなっちゃったけど、うん、やっぱ肉の質感ちゃうね。あ、そう。三者なんかそのいろんな肉が入ってる感じで。ああ、美味しい。うん、普通に美味しいお、あ、マジ、うん、同時完食でーす。おかわり食いたい足らんわ。まあ本当正直全然わかんないけどまあでも美味しいは美味しいね。美味しいし、うん、やっぱり牛丼って美味しいね。なかなか最近食わんけど、あまり食うとうまいっす。美味しいな。うまいですよ。まあでもこの三者コラボの今牛丼食べてみましたけど、まあ間違いはない。正直、まあ、どこもうまいからな。どこも美味しい、うん、美味しいけど店舗もある価値ある時間がすごく余ってて、まあ、1000円ぐらいかかるんで1000円いらないよっていう方は3店舗回って、ドッキングさせてみてください。それなりに美味しいよお前、お前よう考えたら高いぞ。ぜひお試ししてみてください。今日は、日本三大牛丼チェーン店の牛丼全部合体させてみたでした。ありがとうございます。中尾が一番好き中尾元カノが働いてた サナちゃん見てる？くるぶしです。チョムラです。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい。